本でもおなじみのギド・ブッフ・バルト62歳のインタビューがナンバーウェブで実現したシーズン開幕直前シュツットガルトのレジェンドはキャプテン遠藤航の遺跡をどう見ていたのだろうか今もクラブに人一倍の愛情を注ぐギドが渡るへの思いを明かした画像渡る、行くぞプレミアデビュー直前クロックと名に話した 17歳遠藤渡が長身 FW ケネディとバチバチ、貴重写真100枚で振り返るリバプール最新練習写真も2019年8月から4シーズンを過ごしたシュツットガルトからリバプールへ去った遠藤航30歳。ドイツでその移籍についての情報が初めて伝えられたのは8月16日のことだった。それから瞬く間に移籍が決まり、 エンドは19日、夢だったプレミアリーグのピッチを踏んでいた。同日ボーフムとのシーズン初戦を迎えたシュツットガルトでは、誰もに慕われたキャプテンがブンデスリーが開幕直前に突然いなくなったことに驚き、ショックを受けている人たちがたくさんいた。その一人が、シュツットガルトのレジェンドであるギド・ブッフバルト氏である。日本との縁が深い同志はこれまで、 キャプテンにまでなった遠藤のことを誇りに思い、温かい目で見守ってきた。遠藤のリバプールデビューから数日後、炎天下の南ドイツのある町で開催中のサッカーキャンプで子どもたちを指導中の同志に、その胸中を語ってもらった。ギドの本音、正直、信じたくなかった。ワタルがリバプールに移籍する、すでに現地入りしているというニュースを読んだとき、 私は正直、信じたくなかった。なぜなら私は、遠藤渡る、が、シュツットガルト、というクラブにとって、売却不可能な選手であることを確信していたからだ。とし、渡るはこのチームの顔であり、チームが降格しないことを保証する選手だった。そのプレースタイルとそこに現れる投資、ピッチでの絶大な存在感で、シュツットガルトの誰からも認められ、愛されていた。 だから彼がリバプールへ行ったことは、シュツットガルトファンたちの全員にとって大きなショックだと思う。一方で、イングランド、プレミアリーグでプレーすることは、どの選手にとっても夢だと思う。ある程度年齢のいった選手にとってはなおさらのことだ。だから、リバプールというトップクラブでプレーしてみたいと願うのも、私には理解できる。とにかく、 タるの移籍はシュツットガルトにとって大きな損失であることに間違いない。タるを中心とするチームを作るつもりだったし、そういう補強をして、タると共に将来へ向けて進んでいこうと言っていたのだから。いや、口だけでなく、実際にそういう計画であり、現実的な話だったんだ。キャプテンで、しかもシーズンが始まってからの移籍だから。 移籍が決まったのはリーグ戦開幕直前だったが、1週間前にカップ戦は始まっていた、もちろんいろんな人と話をしたよ。シュツトガルトの元選手、ハンジミュラーをはじめとするレジェンドたちはみんな口を揃えて、これは大打撃だ、こんなことがあっていいのか、と言っている。そしてみんな、チームがこの大損失をできるだけ早く補えることを願っている。 ショックを受けたチームに良くない影響があるのではないかと誰もが心配をしていたけれど、幸いなことにそうならなかった。もちろん、リバプールが提示してきた移籍金の額は悪くなかったし、ブンデスリーが第一節の防府無線、5から0、でのように、監督はこれから、渡るの抜けた穴をどうにかうまく補うこともできるかもしれない。しかし、渡るを1対1で置き換えることはできない。 少しやり方を変えて、2から3人で補わなければならない。それが初戦でうまくいったので、私は本当にホッとしているよ。もしうまくいかずに負けでもしていたらシーズン開幕直前で渡るがチームを去ったことを、みんながネガティブに見ていたかもしれないからね。だ、クラブに大きな貢献をしてくれた選手が自分の夢を叶えたいと願い出たときに、その道を邪魔しないというのは、 シュツットガルトというクラブの良いところ、評価すべきところだと思う。だから、もしこれからまた日本人選手に獲得の打診がいくとしたら、このクラブは選手個人の目標のことも考える良いクラブなんだよ、とおすすめしたい、わら。ちなみにリバプールのユルゲンクロップは、シュツットガルトのあるシュワーベン地方の出身なんだ。ワタルは本当に優れた監督のもとに行ったよ。 それにリバプールはクラブとしても素晴らしいしね。そしてワタルもそれに似合うくらい、選手としても人としても成熟している。リバプールにとっても、ワタルは大きな補強となるだろう。最初からきちんとチャンスが与えられるであろうことは、私も確信している。ワタルはいつも物も静かで理性的、ポジティブな考え方をする。シュツットガルトではとてもプロフェッショナルな仕事ぶりで、 全てを自分の職業に捧げる姿に私はいつも感銘を受けたものだ。本物のプロフェッショナルで、どんなチームにとっても絶対に利益になる。そんなに喋る方ではないけど、彼が何か言うときには、チーム全員がきちんと聞いていた。ピッチ上では常にできる限りのパフォーマンスを見せていたね。背中で引っ張ると言っていたらしいけど、 真のキャプテンというのは、そんなに声高になる必要がない。もちろん、本当に何か話すべきことがあるとき、チーム内に何かネガティブな流れがあると気づいたときには、介入しなくてはならない。チーム内で監督の右腕として行動しなければならない。そうするだけの自然な威厳を、渡るはシュツットガルトで非常に早い段階で身につけるようになっていた。 渡るの試合で私にとって一番特別だったのは、やはり2シーズン前の最終節、92分に自らの得点でチームを救ったあの試合、2022年5月14日のケルン戦。2・1、緊迫した状況にへこたれず、コーナーキックからヘディングゴール。見事にブンデスリーが残留を決めた。渡るはギリギリの試合のときには必ず何かをするんだ。 ナーバスになることなく、チームを引っ張って突き進む。彼の存在感と、得点、アシストで試合が決まったことは何度もあった。デマでシュツットガルトでそうしてきたように、これから先も持ち前のポジティブな姿勢でしっかりやりさえすれば、リバプールでも必ず自分の道を切り開くことができるはずだ。チームの中での自分の位置を確保できると思う。キャリアの中で、 新たに大きな一歩を踏み出した。でも、渡るは渡るのままでいればいい。自分のパフォーマンスとサッカーだけに焦点を置いて、そうすれば、周りのみんなが助けてくれるだろう。そもそも彼のプレースタイルはイングランドで好まれるはず。一対一に強く、闘志にあふれているところ、それでいて肝心なところで解決策を見つけられるところ。だからシンプルに、今まで歩んできたように。 これからも自分の道を進み続ければいいよ。またどこかで再会できればいいなと願っている。